じゃあまずはタポチョ山ですか。でね、まあ悪路を走行するっていうね。まあ悪路走行じゃね、そのアクロバットなね、あの、はい、走行やったことないですけどね。いまして、まあ、あれあれこれはやっぱあれだね、タポチョ山は前方なんだね。あれですか。まあ、まだ若干近年よりかは、うん、うわっ、これこれはすごいぞ。やっぱりセダンで来たらいけないな。ダメですね。やっぱり 4WD でね、来てますね、皆さん。最高じゃん。いいよ。おいいね。やっぱカメラ向けると手振ってくれるね。道がなんかすごいことになってますよ。最高じゃん。セダンできて。これ岩じゃん。岩だね。おっと。本当にあれだね、オフロードだね。大丈夫。マリア像がね、一応頂上にあるんだよね。あ、あった。どこに？あの、あそこに銅像みたいなのありますね。ほんと？じゃあ向かってんのかな、これ多分。あ、ミニ四駆みたいな車が。あ、これツアーだね。おぉ、急だね。急ですね。どうかな。来ねえよな。これスノボースタートの雪山みたいなね。うん、お疲れ様でした。いい経験になりました。あそこから来ました。おいおい。いいですよ。あ、でも
あーすげえ、あーきれいきれい、出ました、出ました、普通の道だ、やっと出れましたっていうか無事出ましたね、出ましたね、よかったよかった、ポップコーン。おお、オッケー、サンキュー。ポップコーンこいつにあげたい、このちっちゃい子、うん、あーもう、潰されちゃった